人企業どんなジャンルがいいでしょうか。どのジャンルで何で一人企業するのかということなんですけど、まあ、これはあのリアルビジネスとインターネットビジネス考えたらインターネットビジネス一択ですよね。ネットビジネスで必ず一人企業するっていうのはなんでかというと利益率 90% 以上でですね、しっかり利益を出せるんですよね。で売上が毎月毎月なくてもきちんとですね固定費が小さければそんなに焦らずにですね減っていくお金もなくですね、年間でちゃんとゆっくり見ていけるっていうのがその固定費の小さいビジネスの、メンタル的なところですよね。社長のメンタルすごく大事ですよね。やっぱり社長が焦ると変なお金にならないですね、めんどくさい仕事に手をつけて余計な大事な時間を取られてしまうとかですね、本当にやるべきことに時間を割けなくなっていったりとかそういうことがありますので、まあ、一人企業どんなジャンルというのは、まあ、ネットビジネスの中でのジャンルということであれば、LINE 公式アカウントで聞いてもらえれば、僕の方で個別動画でお伝えしますので、